下っ腹も気になるし、反り腰も気になる。今回の簡単なメニューを行うだけで、下っ腹はへこみ、骨盤前傾が改善されます。1種目全部5秒。お腹も気になるけど足も気になる、垂れたお尻も気になるけど腰や背中の肉も気になる。全部体幹の低下が原因なんです。腹筋メニューは首が痛いよっていう方も、今回のメニューは必ず最後までできるはずです。一緒に体型を変えていきましょう。寝た状態で膝を曲げましょう。膝をしっかり抱えて骨盤を起こす練習をします。息を吐きながら5回いきましょう。1、2、スマホ見ながらできます。3、4、5、両足伸ばして片足曲げます。片足だけ抱えていきましょう。腰床つけながらです。1、2、3、4、5、反対足も一緒です。1、2、3、4、5、 OK。 今度はゆっくり交互に足を床につけます。1、2、3、4、5、 OK。 曲げた膝を交互に伸ばしましょう。息吐きながら5回。1、2、3、4、5、曲げた足を横に少し動かしていきましょう。1、2、3、4、5、足を伸ばして片足ずつ股関節を回しましょう。1、2、3、4、5、反対も一緒。1、2、3、4、5、曲げた足を開いたら戻します。腰が離れないように。1、2、3、4、5、片足上に伸ばして膝を伸ばしてキープ。1、2、3、4、5、反対も同じ。足床つけて1、2、3、4、5、両足伸ばしたまましっかり抱えましょう。スマホ顔の落ちないように気をつけて5回。1、お腹を引っ込めながらしっかり抱えて。2、3、4、5、抱えた足を下ろしながら今度は起き上がりましょう。5回、抱えて起きる。1、2、しっかり腰丸めて。3、4、5、両膝
抱えたまま足を手で抱えましょう。5回、1、2、3、4、5、膝を曲げてお尻を上げます。腰からゆっくりつけましょう。5回、吐きながら1、腰を丸めながら2、3、4、5、今の動きをしながら腰がついたらちょっと起きる、首疲れる人は頭を持っていきましょう。5回、1、2、3、4、5、肘をつきましょう。足を伸ばします。交互に足を抱えましょう。1、2、3、4、5、両足少し動かしていきましょう。5回、1、2、3、4、5、1回、足をしっかりブルブル振って腰を休めましょう。10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、両足抱えて開いて伸ばします。5回、ぐっと抱えて1、2、3、4、5、交互に足を上げましょう。足床つけて5回、1、2、3、4、5、起き上がりましょう。つま先を上げて前屈、腰を丸めましょう。5回、息吐きながら1、2、3、4、5、ゆっくり倒れたら普通に起き上がります。お腹に力を入れて倒れます。1、ゆっくり倒れて手で起き上がりましょう。2、3、寝たままで足を伸ばしておきましょう。できるだけ腰をつけて5秒、1、2、3、4、5、曲げます。これを5回、1、2、3、4、5、足の高さを調整してください。腰がつくように1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、
1、2、3、4、5。起き上がって膝立ちになりましょう。スマホ下を置いて手を腰に置きます。これで腰を左右1周ずつ回しましょう。1、2、3、4、5。OK。 毎日行うことで反り腰が確実に解消されて、下腹ぽっこりが引っ込んできます。体幹部が変わってくると体の全身変わってきますんで、続けてやってみてください。頑張ってやってる人はコメントで教えてください。タートル初の書籍が発売開始されてます。たくさんの方に手に取っていただき、 Amazon1 位を取ることができました。もしまだ手に取ってない方は Amazon または書店にありますので、よかったら手に取ってみてください。気になる部位の根本は全て腹横筋になります。